う、ここはどこ？ようやく目覚めたな。誰？あ、あのハゲ頭は。わしじゃ、病院であったじゃろう。きつい目に遭わせてすまなかった。お前さんが本物の人間が試す必要があった。それで、お前さんは一体何者じゃ？なぜここまで来た？何が目的だ？白霊霊夢、永遠の16歳です。友達のチャールズ君と遊んでたらなんかこうなりました。どう見ても30近くの傭兵だろうが、ふざけとるのか？夢だからが意見が違うのはしょうがないでしょ。好きで現役時のテレンスリーみたいな格好してるわけじゃねえし。しかも外見以外は全てめちゃくちゃ的確な真実だぞ。まあいい。それで、わしのことは知っててきたのか？ああ、もちろん知ってるとも。60過ぎた童貞でロリコンの魔法使い、将来の夢は公務員で安定した生活を。あの人のことを。だっておめえのことなんかわかるわけねえだろボケ。町の人から夢から目覚められなくなった老人としか聞いてねえよ。てめえこそ誰だよ。まず名乗れやハゲ。その様子だと本当に何も知らんようじゃな。よかごう、わしは素元の超能力研究家、そこごと博士じゃ。おお、これまた大物ですねえ。てかソ連ってお前何十年前の話してんだよ。何、ソ連が何十年前？もしかして。いやいい、今の状況では何の意味もない。我々は人の夢を覗き、改ざんし、無意識のうちに人の考えや行動を変えることを目的として研究をしていたチームだ。しかし研究が進めば進むほど、夢から目覚められなくなり植物状態になる職員や、夢での感覚がリアルになっていき死亡する職員が多くなっていた。ちょ、今の私じゃん、あの機械そんなヤバい機械だったんだ。何、お前、機械で夢に入ってきたのか？うん、ディープウェブでねぎりにねぎって3万ぐらいで買ったわ。スイッチの新品より安かったわ。ディープウェブは知らんが、それはあの赤い椅子の座るだけで眠くなっていく機械か。はい、ピンポンパンポン、正解です。なんてことだ、その機械じゃ、我々はその機械を作っていた。しかし先ほど言った通り研究は失敗に終わった。機械の進歩により研究の重要性は理解されず、それからしばらくして予算が下りなくなり研究は中止された。しかしまだ植物状態だった仲間たちを救うべく、わしはあの赤い椅子に座り夢の中へと入ったのじゃ。でもまだ夢の中にいるってことは。その通りじゃ。もう何年、何十年に部下もわからん。時間も感覚もとっくの昔になくしてしまった。しかし、まだこうして生きているということは、わしの体の世界のどこかで植物状態として寝ている。てかさ、あんたソ連の科学者なんでしょ？なんで私が遠く離れたソ連の科学者の夢の中にいるの？それか。生物というものは死ぬと、他の生物の食料になるか土の中で朽ち果てていく。朽ち果てた死体は土の養分となり、その養分は植物を育て、その植物は生物を育てていく。そしてそれが地球が終わるその日まで永久に繰り返されていく。生命の循環じゃ。この星の全ての命は繋がっており、また繰り返されている。このまま宗教勧誘始まりそうな流れだけど、どうぞ続けて。アメリカの歴史研究者によると、人類は全て一人の女性から始まったという説もある。つまりは我々はどこかしらで全ての人類と繋がっているのじゃ。地球の生命体という大きな循環の中の、ほんの一部分でしかないのだ。マジ、超わかる。共感するんだけど。嘘つくな。我々の研究では夢が繋がる仕組みまでは解明できなかった。しかし夢の繋がる相手は知り合いや同じ研究員同士など、意識レベルの近いものが多かったな。つまり私の意識レベルがおっさんと同じところまで降りたから、夢が繋がっちゃったんだね。その通りだ。そうなんか。てかさ、動画の時間10分以内に収めたいから早く聞きたいんだけどさ。動画の時間？まあこっちの話なんだけど、結局夢から抜ける方法はわからないわけ？それがな、夢から抜ける方法はわかっているんだ。じゃあなんで抜けないんだよ、インポテンツなの？現実の自分はただの学生だったり会社員だったりするのに、夢の中ではヒーローとして悪と戦っていることがあるな。うわ、またビッグボスやん。あれは自分の意思で行動しているように思えるが、実は夢を作り出した無意識の意思に行動させられているのだ。何それ、あれか、私も昔の愚する夢見たことあるんだけど、あれも現実の私だったらまず考えもしないしね。うわ、きっしょ喋んなや。嘘だけど。まあ、夢は無意識の記憶の整備と言われている。つまり無意識は何かしらの目的を持って、その記憶の整備を意識に見せつけている。お化けに追われて捕まる瞬間に追われる夢なが、捕まりかけること自体が目的だし。うわ、なんやねんこの映像。ただ日常を送ってるだけで追われる夢なが、日常を送ること自体が目的じゃ。つまり夢を追わせたいなが、その夢の中の目的を達成することじゃな。
まあ映像のせいで話が入んなかったんだけど、要はさ、私の今見てる夢の目的は何なのよ。わしはお前さんの夢を見とがんかがらかがんよ。その夢は何から始まった？なんだっけ。確か怖い病院を歩いてて、でゾンビのいる夢と繋がったんだよな。おっさんと協力して脱出しようとしたら撃たれて、逃げてきて、そこで一旦寝て見てる夢が今だな。いや待て、実はここでも一回寝ててそこで見た夢では、自由自在にいろんなことをしてたわ。複雑だな。しかし直接足の夢に繋がってきて、その後に夢の中で自由自在に動き回る夢を見たんだな。まあ自分でもようわからんけどそうよ。そうなるとお前さんの夢の目的は、わしから夢の中で自由自在に動き回る方法を教わるということだろう。なんだって。夢の中の夢の中の夢まで行くと、意識度が低いためある程度自由に動き回れる。しかし夢や夢の中の夢になると、意識度が高いため自由に動き回るには訓練が必要になる。なあに結局この世界は全て頭の中で起きているかそう現実じゃ、練習して意識さえできれば全て自分の思い通りに動かせる。さあ霊夢、行くぞ、特訓だ。さすが動画が長くなることを懸念して急に物分かりが良くなった博士、おっしゃ霊夢頑張るでー。もし、まずは物を動かす訓練だ。瓶を想像だけで吹き飛ばすのじゃ。これを吹き飛ばすのかよ。おう。うぐぐ。うわできねえ。子が、諦めるな。結局はどれだけ常識的な考えから離れられるかだであって。難しい話ばっかうせんだよ。手を吹き飛ばせた。おお、やるじゃないか、デカーシータ。いやそこ立ってたら当たることぐらいわかるよね。次は瞬間移動をする訓練じゃい。つまりはアブだな。自分が違う場所にいるイメージを作りそこから出るんや。おお、これは見事な鉄格子ですわね。よし、ワープしてる姿を想像すればいいんだよね。おお、おお。おにゃごろーん。おじさん、僕出られたよー。さすがは飲み込みが荒いな。よし、早速次の訓練だ。次は桃を包装する訓練だ。でも一から桃を作るのは難しいよね。だからまずはその缶をコピーするのじゃ。おし、これをこっちにコピーか。とやー。おー、出てたー。おまけにもう一度やってみる。もう一度。あっかんよ。こんなに興奮するんでない。落ち着け。もはや私にできぬことはない。さあ早速次のレッスンへ、連れて行きたまえ。次の訓練はマジでやるぞ。おい、ちょっと待て、私最重要指名手配犯だぞ。バレた瞬間銃弾の嵐が降り注ぐよ。ああ、それなら大丈夫だ。わしが解除しておいた。あんた何、市長ですか？ありがとう。で、カーショップに来たんですけど、なんだいこの車は。次は人の意識を操作する訓練じゃ。そのカーリーバーが無料で車をくれるよう操作しろ。すみません。うちは下品な方お断りですので。マウンテン大激怒ってなんやねん。よし、お前は。車を上げたくなる。今すぐ上げたくなる。よし、あともう少しじゃ、踏んだで。あーベイムさん、いいっすよいいっすよ持ってってくださいよマジで。マジでええのおなじみね。ねえ、やるじゃないかベイム、さすがはわしの教え子が。それが早速鍵をもらってドライブでもしてみたらどうじゃ。私が開くと思ったらこのドアは開くんじゃ。おいおいまさか、これこれ。こいつ、わしが発揮を教えたことをもう使いこなしとる。さすがだ。やはりこの夢の目的は彼女の鍛錬だったのだ。ここで番外編、次は外見を変えてみるぞ。お前さんは女ちゅうことでそのいかつい外見が嫌だろう。思う存分にメイクアップするがよい。推しコスチュームチェンジ完了。どうも不足長の霊夢です。この音楽は著作権です。最後は死なない訓練じゃ。ここから飛び降りても無傷でいいぞ。何その遠回しな関節キルは。大丈夫じゃ、お前さんが怪我をしないと思ったがしない。忘れるな、ここはお前の脳内の世界だ。でもこれ失敗したら絶対死ぬよね。うん死ぬ。助けてまーん。おわ、私言ってるわ、私言ってるわー。イエーイ、喜びのダンス。というわけで我々は今銀行の前に来とるんですけどね。おじいちゃんちょっとそこで待っててね。何、たかが現金は言わんて言うとるじゃろうが。まあまあ待っとけって。私は今これから拳銃も脅し文句も一切使わずに、銀行強盗を成功させたいと思います。警官もこの通り私の顔に無反応ですわ。あのちょっと金庫開けてもらえません？あ、全然いいですわよ。お待ちどうさまです霊夢様。ありがとう、ついでにそのバリケードも取って。はい、今すぐ取らせていただきます。金庫も開けてや。はい、おいセキュリティ今すぐ開けろ。
ガッデム。ふふ、イージー。あまりにもイージーすぎるわ。何もせずに現金10億円ゲットしちゃったわ。てこれ、どうやって運び出すねん。あ、そうだ。よいこらショット。うおー、なんじゃこれは。現金強奪してきましたわ。なるほど、そういうことか。ネイム、お前は最高の相棒じゃ。だろ、この調子でたくさん悪さしようや。イエーイ、久しぶりに楽しくなってきたー。私たち、人生でやれることこの一週間で全部やったわね。ああ、そうじゃな。次通販番号もジェットコースターにも乗ったし。ラスベガスのカジノで伝説的な賭けで大勝ちしたし。もう私に思い残すことはない。って、やべえ、だんだん白くなってきてる、もう目覚めちまうよ。おお、やっと目覚められるか、これでサガラが、もう二度と会わないことを祈る、目覚めろよ。う、おう、じいさんこそ目覚めろよ、あばよ。ここは、そうか。ようやく目覚めたのか。やっと夢へと戻ってこれた。夢の中の夢からな。くそ、一体何があったんだっけ。確か車をぶつけてゾンビ集団に囲まれて、サイコパスおじさんを車に置き去りにして逃げてきたんだ。って、朝になっとるがな。出てみよう。お、とりあえずあれだな、この夢の目的は、町からの脱出か、それとも、あのじいさんを殺すかだ。さすがにもう死んでると思うけどさ。えれ？嘘だろ。おい、こっちだ。え？